立花定次郎から1918年11月11日は日本の小山俳優元子役である。1893年東京府東京市浅草新谷町に生まれる。兄は歌舞伎役者の中村富之丞だが立花の幼少期に遠読で死去している。幼少にして初代中村四角のもとで子役として初舞台を踏んだ。子役期を脱して 本格的な初舞台を踏んだのは、満12歳を迎える1905年であった。歌舞伎時代の名は、中村柴杉、また中村柴杉助と名乗った時期もある。心配の転校を経て、満16歳を迎える1909年、吉沢紹介で映画界にデビューした。その後、梅谷正吉のエムパティ紹介作品にも出演し、1912年に吉沢紹介。 エムパテー商会が他の2社と合併して日活を設立、翌1913年に建設、解消された日活向島設演所に入社する。宿り着、花の夢等で主役を張り、1914年、関根トール初と共演したレフトルストイの小説、復活の映画化、カチューシャが大ヒットとなった。同作が、 立花の出世作となり、日活向島の人気を山スターとなった。発行のヒロイン役が人気であり、同時代のアメリカ映画の女優、メアリー・ピックフォードに被された。1918年11月11日、日活向島を辞め、巡業に出るがもともと体が弱く、名古屋の巡業先で、兄と同じ演録で死去した。満25歳坊つ。歌舞伎、新パを経て、 最初期のサイレント映画に出演し、日本のメアリー・ピック・ホードと称せられた。本名は不詳。そそとした風情が語り草だったというとその頃のキャメラは手回しだったので、フィルムの節約、光線の具合などでハンドルの回転を遅くすることが技師の手一つでできた。回転が落ちているなと思ったら演技の動きを遅くする、出来上がった映像の動きは、 自然に見えるという塩梅で、まさにサイレント映画的名優と言われたのである。立花がヒロインを演じたカチューシャは大ヒットとなり、映画館では助ン師が歌うカチューシャの歌が同じく大評判となった。南部京一郎は当時の熱狂ぶりについて次のように語っている。それとカチューシャ、これは大正三年です。立花定次郎なるお山が演じましてね。 この歌がもうでたらめに流行った。家の近所に19か20で、カチューシャという狂人がおりました。ゾウリズルズル引きずって、前をはだけて、別れの辛さなんて歌って、歩くんです。おっカチューシャが来たってんで、不良ともが悪さをする、精神描写まで歌っていた、そういう時代でした。立花の死去と同時期に、写実を胸とする映画にお山は、不自然であるとして、映画界は、 急速に女優導入が進んだ。大正7年夏、天根勝の帰り山則正が監督第1回作品、聖の輝きで、新劇女優、花柳晴美を起用。大正9年には、松竹記念マが女優を含めた俳優の養成を開始している。八県伝特筆以外は、日活向島撮影賞作品、すべて出演である。 1913年、1914年、1915年、1916年、1917年、1918年。ありがとうございます。